やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。あなたは自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない？末光の剣、ダインスレイブ。一人で来たのか？貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことでしょう。なら私一人であなたに立ち向かった方がいいから。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は私を倒せたらにしよう。どう？挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら私だってお兄ちゃんを抱きしめてた。少しお話ししよっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないもんね。お兄ちゃんもそう思うでしょ？さっきの戦い本当に大変だったんだ。あ、ラインとの戦闘のことね。まさか私に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の私でも、末光の剣にはかなわなかったはず。500年前なら、なおさらね。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に活かす方法は、今も見つけられてないの。でも、まだ時間はある。天理が、目覚める。までね。500年前にカーンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神鞍を壊したのをお兄ちゃんも見たでしょ。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の私たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。
そう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今私たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったでしょ。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？もちろんこれはほんの一例に過ぎない。私が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お兄ちゃん？この世界じゃそういう風に俺を呼ぶのは蛍だけだよ。本当は蛍に聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないんだ。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてる？ずっと昔、私たちが一緒に他の星々を旅してた時、お兄ちゃんはこう言った。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってたの。これってただの偶然だと思う？それって私だってずっと思ってたんだよ、お兄ちゃん。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないの。ましてやお兄ちゃんのこととなるとなおさらね。空間が、一体何が？主がいなくなったからもうここ維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないの。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。私たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの？やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？末光の剣、ラインスレイブ。一人で来たのか？貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？
十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。なら俺一人で君に立ち向かった方がマシだ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。どう？最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。ホタルもそう思うでしょ。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ダインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に活かす方法は、今も見つけられてないんだ。でも、まだ時間はある。天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神蔵を壊したのをホタルも見たよね。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界には、いなくなった後でも、誰かの心を癒せる人がいる。でも、そんな彼の存在する権利を、誰が奪った？もちろん、これはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は、言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。
蛍。この世界でそういう風に私を呼ぶのはお兄ちゃんだけだよ。本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないの。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの。旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな。ずっと昔、俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってた。これってただの偶然だと思う？それって俺だってずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてやホタルのこととなるとなおさらね。空間がどういうこと？主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。全てあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの。やっぱり。